議論があったと思います。実際、厳密に言えば、それは中央銀行を排除することであり、ドル化は結局のところ重要な問題なのです。議論の軸は4つあります。1つは盗みは間違っていて、上級者であるという道徳的な問題と関係があり、それは善良な人々に対する政治家による詐欺に他なりません。したがって盗むことは間違っていると考えたとしましょう。人類史上最大の泥棒の1つは中央銀行です。2番目の点は技術的な問題と関係しています。アルゼンチンの場合、製品に需要がなく価格がゼロの場合にそれがより明らかになるからです。したがって現地通貨に需要がなく、その価格がゼロでなければならない場合、均衡実質残高はゼロになります。中央銀行がどのような量の通貨を貸そうとも、それに相当するのは価格水準は無限の需要であり、その価格はゼロであるべきであるということです。均衡実質残高はゼロです。中央銀行がどのような量の通貨を貸そうとも、裏を返せば物価水準には無限大があるということです。インタビュアーさん、閉鎖した中央銀行はどうするのでしょうか。ある時点であなたはそれに火をつけるつもりだと冗談を言いました。ミレさん、その建物をどうするかはあなたがそれをどうするかという問題です。フィギュアですよ、それは比喩です。私が言いたいのは、その機関はもう存在しないということです。私が言っているのは、移行期において銀行システムを自由な銀行システムに変えることができるまでは、銀行が規制する機能を果たさなければならないということです。金融機関の監督者は無料の銀行システムが確立されるまで業務を継続します。インタビュアーさん、そしてその考えでは、もしあなたが半年後、10ヶ月後、1年後に大統領ようになっているとしたら、アルゼンチンで流通している紙幣はすべてドル紙幣になるでしょう。ミレさん、はい。